ニヤキハイエース。今回ね、テールランプ、旧ね、玉木で交換していきたいと思います。こんな感じでね、ストップランプ、切れてます。でね、電話でね、ディーラーがね、このテールランプをね、割ったから変えたみたい。その直後からつけへんなった。なんか配線が断線してるっていうね。まずね、5ミリがね、デカプラ。引っこ抜き、めちゃくちゃね、硬かったです。とりあえずね、こっち側押したら抜けます。こいつね、両方ともね、本体に残るはずなんですよ、このままね、もう入れていきたいと思います。これ9ですね。切れてんのかな、切れてないような気がします。とりあえずね、合うところで取り付けはまっすぐ。これでね、ちょっと点灯確認します。やっぱりつきません。玉切れじゃないみたいですね。ちょっとね、テールの方ね、確認していきたいと思います。ちゃんとね、12V とアース来てます。そうするとね、玉のね、この玉をね、この線ですね、起こします。OK です。結果ね、この玉のね、端子ですね、
阪神がね、テールにね、接触してなかったっていうね、まあ些細なことでした。あとはね、もうはめ込んでビス2本だけです。OK です。はい、マウントも OK です。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。